ザマペッツ・スタジオはアメリカ合衆国のウォルト・ディズニー・カンパニー参加の映画制作会社である。ザマペッツ・スタジオはマペットに登場する緑色のカーミットをシンボルに活躍をしている。2004年に設立された制作会社である。その後、ウォルト・ディズニー・カンパニーがザマペッツビッグベアを買収したが映画制作会社はウォルト・ディズニー・スタジオの子会社にはならず。 ディズニーリゾートの運営で知られているディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツ完全子会社となった。また、ウォルトディズニーダイレクトトゥコンシューマーインターナショナルによるディズニーでも全作品に加えてオリジナル作品も配信されることが決定した。また、日本のみならず世界でもディズニーチャンネルやディズニー XD、ディズニージュニアや同じディズニー傘下の ABC のチャンネルでも 放送されている。ディズニー社がジムヘンソンカンパニーを7500万ドルで買収し、マペットキャラクター系を獲得した。マペットのキャラクターも登場するセサミストリートの一部の配給券はソニーピクチャーズエンタテインメントが所持している。また、この買収により、マペットという単語はディズニー社の登録商標となったが、セサミワークショップはこれまで、 リー自身のキャラクターをマペットと呼ぶことができ、ディズニー社とのライセンスとのもとで、過去のカーミットが登場する映像を利用することができる。2011年のザ・マペッツより、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズと共に制作をしている。シンボルのカーミットは、セサミストリートにも登場しているが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッドエリア内には、マペットキャラクターは登場していない。それは、 ウォルト・ディズニー・カンパニーがマペッツ・スタジオを買収したため、セサミストリートではなく、マペッツ関連の作品は、映画と違い、ディズニー・パーク以外のテーマパークには登場させることは、できない。2006年、マペット・ホールディング・カンパニーは、ディズニー・コンシューマー・プロダクツからウォルト・ディズニー・スタジオの、ウォルト・ディズニー・モーション・ピクチャーズグループの一員に、譲渡された。同年、ディズニーは、 パペットヒープと契約して、マペットキャラクターを再構築などを行った。2007年4月、マペットホールディングカンパニーは、社名オザ・マペットスタジオ社名変更を行った。ディズニー・シアトリカル・プロダクションズは、マペットに基づいたショーが計画され、日本でも公開された。2018年3月のディズニーによる部門再編で、ウォルト・ディズニー・スタジオから、 ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツ参加の企業となった。ウォルトディズニーワールドリゾートのディズニーハリウッドスタジオでマペット作品は登場している。また、マペットビジョン 3D と呼ばれるシアタータイプのアトラクションも存在している。かつてはディズニーカリフォルニアアドベンチャーにも存在していた。エプコットと香港ディズニーランドで文前トビーカーを主役にしたマペットモバイルラボ。 マジック・キングダムで、マペットたちが、アメリカの歴史を紹介する、マペッツ・プレゼンツ。グレート・モーモンツイン、アメリカン・ヒストリーという名のショーが公演されている。また、日本の場合は、東京ディズニーリゾート内に、アトラクションやエリア、グッズ販売などは存在していないが、ディズニー・ハロウィンでの仮装では、仮装対象作品に入っている。ザ・マペッツ、作品情報。映画ドットコム。 2020年2月19日閲覧。ザ・マペツ、ブルーレイ DVD デジタル配信。ディズニー公式。ディズニー公式。2020年2月19日閲覧。D23 エキスポで発表されたディズニーのドラマ、映画の情報まとめ。jp.ign.com。2020年2月19日閲覧。厚塗り、並木。ディズニー。 動画ネット配信戦略の全貌的は、ネットフリックスだけではない。週刊東洋経済プラス。2020年2月19日閲覧。新キャラも、マペットベイビーズが CG アニメで復活。シネマトゥデー。2020年2月19日閲覧。ディズニーが送る、等身大プリンセスト年、映画公開で話題となった、シンデレラも登場ディズニーサンデー。 小さなプリンセスソフィア・ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社のプレスリリース prtimes.jp 2020年2月19日閲覧ザ・マペッツ5月19日公開ディズニーがマペットのミュージカルアニメアニメ2020年2月19日閲覧 https://disney.go.com スラッシュアトラクションズスラッシュ hollywod-studios o スラッシュ muppet-vision-3d スラッシュ disneyworld.disney.go.com 2020年2月19日閲覧。2020年マペットビジョン 3D へ行く前に、見どころをチェック。トリップアドバイザー。2020年2月19日閲覧。WDW マペットビジョン 3D ハリウッドスタジオの口コミ、感想。トドナビ、2020年2月19日閲覧。パミロー、ザ・マペッツも仮想対象に。TDL、TDS。 ディズニーハロウィン2016ムッパミロー、2020年2月19日閲覧注目映画紹介ザ・マペッツ原色カラーが広がるマペットショーに心を躍るモントンウェブ2020年2月19日閲覧デイスライク・モーゼイックザ・マペッツ人マペット混然一体のミュージカルコメディで人形劇を復活させるディズニーマジック夢は洋画を駆け回る 2020年2月19日閲覧。ありがとうございます。